政府は日中関係をめぐって政治レベルで対話が実現する見通しは立っていないものの事務レベルでの意思疎通を続けることで関係改善の糸口を探ることにしていて外務省の再伯事務次官が近く中国を訪れる方向で調整を進めています。安倍総理大臣はきのうフィリピンで行った記者会見で日中関係をめぐり次のように述べ 沖縄県の尖閣諸島をめぐる問題などで条件をつけないのであれば、早期に首脳会談を実現したいという考えを示しました。お互いがですね、胸襟を開いて話をしていくことが大切であり、条件をつけることなく、なるべく早くですね、外相首脳レベルの会合を持ちたい。こうした中、外務省の最近事務次官は今週後半以降中国を訪れ。 超行水外務次官と会談する方向で調整を進めていて会談が行われれば日中関係について突っ込んだやり取りが交わされるものとみられますまた外務省幹部は少なくとも8月15日の終戦の日を過ぎないと首脳会談や外相会談に向けて動き出すのは困難だろうという見方を示していて政府は 政治レベルで対話が実現する見通しは立っていないものの事務レベルでの意思疎通を続けることで関係改善の糸口を探ることにしています。